レディース&ジェントルメン、文化祭2日目の目玉イベント、ミス八高コンテストの始まりです。早速1人目からご紹介しましょう。稲葉の美しい自然が生み出した暴走特急、破壊力は無限大。1年3組、辰巳寛治ちゃんの登場だ。いやー、キモ、これはひどい、ひどすぎる。さあ、僕も近づくのが恐ろしいんですが、チャームポイントはどこですか？目？おっと、意外にスタンダードだ。1番手がこれではもうかすんでしまうんじゃないでしょうか。崖っぷちの2番手をご紹介。ジュネスの御曹司にして爽やかイケメン、口を開けばがっかり王子。2年2組、花村陽介ちゃんの登場だ。どうも。やっばい、花村先輩、いいぜ、行くと思ったのに。いや、これいそうで怖い。さあ、気合が入った服装ですが、普段からこんな感じで？なわけねえだろ。ねえですわよ。ロスケ君、これは偽物じゃないですか。それ以外の何だと思ってたんだよ。僕ももうお腹いっぱいになってきました。続いて3番手、この人の登場です。都会の香り漂うビターマイルド、泣かした女は星の数。2年2組に舞い降りた転校生。やめて。なんで先輩こんなの出ちゃうの？ああ、先輩ってクールだと思ってたのに。さあ、物議を醸す出場ですが、自分で立候補？言ってやれ、里中知恵さんにって。つうか柏木め、純粋な青少年を傷物にしやがって、絶対トラウマになったぞ、こんちくしょう。さて、最後は飛び入り参加、出場者たちのお仲間が登場です。自称王様フロムテレビの国、キュートでセクシーな小悪魔ベイビー、その名も熊田ちゃんだ。ぶち抜くさ。あれ男の子？すっごいかわいい。俺、あれならいける。今年のミス八高コンテスト優勝は、大きな支持を集めました、飛び入り参加の熊田さん。優勝した熊田さんには素晴らしい商品が。本日午後の部に行われる正真正銘の女性たちによるミス八高コンテスト、その栄えある審査員の座をプレゼントします。うひょーい。審査員の座かよ、せこいよな、前座の商品は。審査員であんなに喜ぶなんてなかなかできないよね。あんなに喜ばれるとなんかこっちまで嬉しくなるね。無駄にピュアよね、クマのやつ。それでは熊田さん、優勝のお気持ちとミスコンの審査員になった感想は？待ちに待った日が来たですね。午後の審査は、じゃじゃーん、水着審査をするべかだー。
く、そんなのあるわけないじゃん。水着なんて持ってないよ。あのクマ、始末した方が。いや、勝手に言ってるだけですから。いい、いいわ、この流れ。